はいどうも皆さんこんにちは、ピヨチキチャンネルウープヌッシュのピヨタです。さあ今回もスプラトゥーン3マッチやっていきたいと思います。今回は残りフェス終了まで20分を切ったぐらいのところから撮影を開始していきます。やっていくのは鳥からマッチ。さあということで時間もないのでね、ギガ構成と前回と一緒の状態でやっていきたいと思います。なんでこんな状況で撮影をしているんだというかね、本当は撮れないと思っていたんですが、撮れるギリギリ撮れる時間にね戻ってきたので、撮れるようになったのでね、じゃあもう撮ろうぜというフェスでね、防衛は僕自身はやれているんですが、フェスのね防衛を動画にできてないので、この短い時間で防衛をね、鳥からマッチ防衛をできたらいいなという、そういう感じです。お、いけましたね。これで目的達成の 1.5 倍ボーナス。さあ頑張って勝ちますよ。お相手さんはちゃんと敵陣営ですね。さあ頑張っていきましょう。さあ皆さんよろしくお願いいたします。ということで、これは塗りバトルなのでね、敵をキルするのも大事ですが、塗らないと勝てない、そんなものです。さあ危ね、どうでしょうね。おっと、こちら側が落ちましたか、一人。勘弁。ぶね。ああくそ。クワホが届くんですね。スクイクリンで入るのはちょっと早計だった気もしますね。攻めでも防衛でもまあ使えなくはないですがっていう感じ。結構射程が短いのでリッター持ってくるよりかは確実にいいですけど、ガーリアが発動してない状態だとちょっと嫌だなという、そういう状態。はいはい、ナイス。うわーっ、くー、スプラローラーどっから現れたんだ。あーなるほど、カーリングボムで横から入ったんですね。いやー、お相手さんがねローラーワイパーの構成とクワッドホッパープライムシューターという、いやーなかなかな構成をしていますけどね。さあとりあえず一番嫌なのはこの2人は潜伏が得意な部類なので、潜伏を剥がすこのねマーカーがめちゃくちゃ嫌だと思うのでかけていきましょう。おっと、とりあえず潜伏嫌でしょこいつらっていうね、そういう状態。ほっ、そう、ここ、あーくそ、なんで明らかにおかしいとこから来てるじゃん。え、クワッドホッパーがそんなところにいるの。いや味方さんありがてー。おっ、ぶねっ、いやーくそ、あ、2人抜きされた、やばい、誰かー、ナイスナイスです、これはナイス。とりあえずよくやってくれてますね。僕自身一発も撃ち抜けてないんですけどね。チャージキープから打ち抜け、くー、ギリ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 が外れますか。ナイス、ほっ、かっこいいな、なんかこれで終わるの。勝利のポーズみたいな、すごい勝ち誇った感じで終わられましたが、だが勝利。いや今回は味方さんがめちゃくちゃ頑張ってくれましたね。僕自身は何もしてない、マーカーでまあ邪魔はしましたけど、それだけですね。敵陣営がな2人でリスチが近い状態なのでね、あの目を離さなければ2人って見えちゃうんですよね。なのであの裏取りとかがあまりされないんですよ。まあ実際されましたけど、ローラーとかにね。されましたけど、まあ実際はあまりされない方なんですよね。なのでそれを考えるとかなりこういうねマーカー持ちの武器というのは
マーカーのねやつを持っているのは使いやすい部類なんじゃないかな。確実に攻められるっていうのは強いですよね。まあ僕はね一回もキルできてないんですけどね、はははは。あとはバリアも一回も使ってないよね。なんかスコアだけ良さそうなように見える、ただのね戦犯がそこに参上してますけど、いやー困りますね。攻めだったら頑張りますよ。あ、攻めですね。全員甘い派だからお仲間なんですけどね。だが容赦はしないぜ。さあお味方さんは必然ですね。そして一応別陣営としているのがボトルガイザーとハイドラント、よろしくお願いいたします。このナイスがね相手にも見えたらすごい助かるんですけどね。とりあえず最初は塗ります。塗るのがねシグナルが出てくるまで塗るっていう。まあヒッテンさんいますけど、ヒッテンは近距離特艦で頑張ってもらうしかないですね。ナイスです。いやーお相手さんはノバブラスターのネオか、ノバブラネオのヒーローシューター、ゴツガロンの、モミジシューターですね。なるほど。おーっと落とされた。位置はバレてるかな。あ、バレていた。早い。ゴツさん本当気づいたら終わりですね。勘弁してほしいものですよ本当に。さあ、お3オツいけるか。お、さあとりあえずこれだけ。あ、ごめん、普通になんか遠くに投げようとしたマーカーが思いっきり下に着弾してしまった。めちゃくちゃ申し訳ないな。1バレさせるだけさせたっていうすごい嫌な唐突な裏切り行為が。イエーイ。まあいい感じに貯められたんじゃないでしょうか。これがねやっぱ強みですよね。バリア持ちの中に入らないとっていう、近距離系の武器がいないシューター編成の今回だとね、シューターブラスター系の編成だと今回は結構やりづらいと思いますよ。はい、おっと、ここ近づいてくる。おー、飛んでこないで、さすがに。ちょ、暴れ回ってんじゃん。残り1分。ナイス。こちらも取っておきたいものですけどね。いけるかな。ちょ、今ナイス玉でやられたでしょ。おい、まあ多分見えてなかったんだろうな。向こう側も多分シグナルを取りに行ったんだと思うんですよ。なのでね、ごめん。助けてくれよ。登れない。ひどいものを見ましたね。さあもうシグナル行くのは諦めましょう。塗ります。ほい、どうでしょう。あとはどれだけ敵陣を濡れているかっていうのがこちらの勝敗に関わるものですからね。お相手陣営が攻められてなければなんとかなりそう。どうでしょう。こちらチームやっぱそうですね、取れてないっていうのがやっぱりシグナルをどう守るかっていうところが大事ですよね。お相手さんお見事でした。まあ甘いチームですけどね。さあということでもう1試合いきましょう。4試合できますかね。ちょうど4試合したら終わりそうなぐらい、そんな部類。さあ永遠の甘い派プラス2の僕と4のお相手さん、やれなくはないと思うのと塗りは強いしいろいろできそうなんですけどね。いかんせんこれは攻めるというものにはチャージャー系はあまり似合わないというのはありますよね。敵を的確に処理し続けられるようなエイムがあれば別ですが、
まあなんでそれないのに持ってきてんだっていう気もしますが、楽しいんですよね。使ってて楽しいは楽しいんです。スクイクリンという武器、ほい、よいしょ、おーい、あ、外した、ほい、こういう風にやっていくのが楽しいんですけどね。チャージャーのこの角位置の音っていうのがやっぱり気持ちいいですよね。ほい、貫通ってこれ機能あったっけ。ほい、あ、貫通はしますね。竹とかが貫通しないんですよね。竹とロケット鉛筆が貫通しないチャージャー紙ですね。さあ攻撃側、永遠の甘い葉プラス9、わお、鮎の塩焼きとたい焼き、なんかチームっぽい感じの名前ですね。どうなんでしょう、塩焼きとたい焼きがいますが、焼きだけど焼いてるけど違うんだよな、たいが入ってないんだよたい焼きには入ってんのは甘いあんこなんだよね。あ、つまり甘いチームたい焼きということか。どうなんでしょうね、もしかしたら本当にそうかもしれない。さあ丸みさおあい、これラクトだな、ラクトだな、ラクトだなこちら側のチーム2人狙ってんな。もっと頑張れ、頑張ってそこは決めてくれなきゃ困るぜ。危ねえ、ナイス、危ねえ。さあとりあえずここら辺展開、ここら辺展開するといいですね、やりやすい、安全圏から狙えるっていうのはいいな。落ち着いてエイムを定められるっていうのはね。おーし、おっとっと、そうですね、後ろいますかねこれ、あ、違う、よし、いやー怖っ、マジ怖っ、おい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 、勘弁してちょー、ね、ん、いますね、おいおいおい、マジかい。さーてどうしましょうかね、どこ、いやー怖い怖怖、あんま遠くいすぎるとね。とりあえずナイス玉がプライムコラボで飛んできてるのと、おおナイス、ほっ、あれ、あー、やれたやれた、いきまーす、頑張って、ナイス、ほっ、OK、よく逃げた。これはお相手さんか、だからラクトラクトさん、明らかにこっちも関係なく狙ってんな。よし、とりあえずハゲは取って、おお、丸みさんのナイス玉がそこら中にありますね。さあだが一番塗ってんのはラクトを擁するアッチチームっていうのがなんか皮肉なものですけどね。じゃあ使います、狙わないで、惜しい。さあ味方取りましたか、じゃあここはもう塗るしかないですね。前半すごいいい感じでキルできたので、後半もやりたかったものですけど、ですがそれはまた理想系でしたね。怖っ、怖え、勘弁、結構塗られましたね。まあナイス玉をこちら側の陣営にぶち込まれたのはきつい気がしますが、どうでしょう。あー、くそー、惜しいですね、キャリーしてね名前二遊間12号、二遊間12号二遊間って三遊間とかじゃなくて。さあバトル1位891です。おー、活躍はしましたね。なんか打ち抜くのすごい気持ちよかったですね。あの位置がバリア使うといいですね。あとは実はね、タイミング味方と連携が取れる場合であれば、やってる時にバリアを張ってその中にナイス玉をぶち込むというね、かなりカウントをリードさせられるような、カウントを稼ごうと思えばね、めちゃくちゃカウントを稼げるやり方があるんですよね。さああと1試合いけそうですね。ここで
通信エラーさえ起こらなければいける。残り、実はね、残りあと2分ぐらいでフェスが終わります。どうでしょう、どうなるかな、いけるかな。ラスト試合、一応防衛をねやれたので僕は満足なんですが、動画にね防衛だけは今まで動画にできていなかったのでね、それができるっていうのは僕は満足なんですが、できそう。お、しかも防衛ですね、さらに防衛 1.5 倍。さあちゃんと酸っぱいと辛いでね対抗しますよ、頑張りましょう。質素な残飯、名前がやばい。さあナイス玉ちょっと怖いですが、あとはこちら側、攻め側はねかなりやりやすいんだね。さあソイチューバーがいるんですね、めんどくさいな、射程的にこちら負けるんですよね。やばい、あっぶねえ、ほい、あ、食らっちゃった、やばい、バレてる。よいしょよいしょ、怖い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 、ほいや、ここバリア、バリア張ってるから効きませんって感じの。ナイス玉は勘弁して、ちょっとほい、とりあえず私はここのところで敵にマーカーをつけるのが仕事ですね、お仕事。おお、真後ろ、怖っ、ほい、おっ、ちょい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 、怖っ。さーてどうきますか、ネット、あー食らっちゃった、くー、この壁登りの途中でホップソナー食らうな、痛いですねかなり。こういうのが本当にきつい。ただ残り1分半の状態まで防げてるのでかなりいい状態ではあります。お相手さんをね自陣内に攻め込ませないで置いておけるのはいいですよね。ソイチューバーじゃ射程が足りんよ、ほい、ナイス。いやー、お相手さん的にはこれはめちゃくちゃ嫌な状況だとは思います。ナイス、おーっと、こっち側がすごい塗られてるってことはここか、やっぱ来ましたか。ヘイ、後ろ来ますね、よっ。バリアはねそういう点強いぜ。おお、線のところにホップスマン設置しないで、おっと怖い、よっ、横にいるんだよそれは。さあナイス玉飛んできます、気をつけなはれや。さあ堅実に防御をして、いいですね、ナイスです、これは勝利確定ですね、ほい、ナイスでした、やったぜ、フェスを最終試合勝利、これ勝利だよね、勝利 41.4%、 大勝利ですね。お相手さんからしたらこちら側のスクイクリンめちゃくちゃ邪魔だと思いますよ、もう敵ずっとね、センサーつけてくるし、バリア張って防衛もちゃんと打ち抜いてくるしというね、今回はちゃんと打ち抜けてほんとよかったですね、スクイクリンさん強かった。さあ9時超えたので今日初めてウィン、ホラガイもらいましたけど、これどうなんでしょうね、使えるのかな。さあスケジュール更新、ホラガイが使えるのはねフェスが終わるまでという認識だったんですが、フェスが今終わりましたが結果発表まではホラガイ使えるんですかね、ちょっとそれも気になりますね。スケジュール更新が入りました、お、さあ1時間お待ちくださいという感じですが、これの結果フェス終了のやつがね分かるのは次の動画となります。まあ速報でね皆さんは知ってるとは思いますが、
結果をねお待ちくださいという感じですね。テスト終了、みんなお疲れ様。さあどのチームが勝ったかは今から集計です。甘いチーム頑張ってください。さあ皆さんの頑張りがねこれで反映されます。ここからとりあえずホラガイが使えるかという感じで、2の頃はこれだとね紙吹雪とかが舞った跡みたいなのが見えたりしたんですけど、ここの場合の通常はこの矢倉が片付けられた跡みたいなのがフェス後1時間ぐらいしか見れない光景に当てはまるんですかね。これこれがねあの矢倉っていうか空を飛んでたあれがね撤去された跡みたいな感じですかね。さあということでとりあえずもったいないのでねホラガイだけ使えるかどうか確かめましょう。使えるかな、どうでしょう。使える、2個あった、よかった。さあディアパワーのかけらと、まあ、これ使わないとね1個3万円の価値があると考えたら相当ですよ。さあフードチケットという感じで終わりですね。あとはお金論理的なリーダー論理じゃないんだよな、僕納金なんだよねということで今回はここまでといたしましょう。ここまでのご視聴お疲れ様でした。ここまでのご視聴ありがとうございました、お疲れ様でしたですねありがとうございました。フェス皆さんお疲れ様でした。次のフェスはね何が来るのかちょっと今からもねまた楽しみではありますが、それまでもね動画を頑張って続けていきます。よろしくお願いいたします。それではじゃあね。